人に会うで緊張したことをほとんどないんだけど、もうマジで緊張するわ。やばいな。本当に緊張すると喋ることなくなるね。うちパスタパスやもん今。あれです、あれが浜口さんのキャンピングカーですね。やばいなこれ。失礼します。浜口さんの声や。うわーうわー、はじめまして。はじめまして、浜口正です。お願いします。いやすみません、いつも名前勝手に使わせてもらってて全然全然。どうぞどうぞ。うわめっちゃいいですねこれ、キャンピングカー。肩ばっかなのよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キャンピングカーの中で雑談をすることに。お願いします。はい、よろしくお願いします。もう本当にずっと憧れてて、はい、もう保育園の頃からずっと見てて保育園の頃から。あ、もう4歳5歳ぐらいから。へえ。ずっと見せていただいてて、うんうん、ずっと潜りたくて、小学2年生の時に親に初めて魚が好き連れてってもらって、ほうほうほう。で、そっからハマってでも浜口さんに憧れて始めてハマっちゃって、うん、もう僕も動画見せてもらいましたけど。本当ですか。もちろんもちろん。すごい、もう俺なんかよりはるかにでかいもんついてるし。いやいやいや、もう全然もう最初、はい、なんか YouTube でマサルっていうすごい人がおるみたいなのを、そのなんかこうネット界隈で聞いたんですよ。で、あ、そんな人おんねんやと思って見てみたら、いや何この人すごすぎるやんみたいな感じで、あ、こんな人もおんねや世の中にはっていう俺は感覚やったから。で、なんか風の噂で聞いたら、なんか本当はマサルっていう名前じゃなくて、なんか俺になんか影響されてその始めたっていう。本当って俺は思ってたけど。本当にそうです。そうなんだ。浜口さんいなかったら、うん、素潜り漁師も YouTube やってないと思います。そんなありがたいこと。めちゃくちゃ嬉しいよ。なんか人生変えた人についに。いや、よかったよかった、こうやって会えて。ホーネス時代、うん、あんなちっちゃい森でサメとかついてましたもんね。あ、それをさすが分かってくれるのはすごいね。行かれてるなと思って怖くてさせないですよ。あれだから知ってる人が見たら、あのおもちゃだよね、あの森って。こんなエイとかもついてましたもんね。うんうんうん、もう折れるのよ。折れますよね。パキンって折れるし、あんなおもちゃでついた赤いものやよ。赤いダメですダメです。さすが。いや嬉しいな、それを分かってくれる人が現れたんだ。みんな分かんないじゃないですか。そのやつられない方は。そうそうそう、あれ本当にやばいことしてますか。ちょっと前にテレビの撮影やって、うん、まあ、芸能人の方、うん、一緒に素潜りさせていただいて、うん、魚ついたりしてたんですけど、うん、その人も怖がってつけてなかったですね。ああそうなの。やっぱり確かにサメもそうやけど、ブダイとかもあの海の中でこう、ね、岩場で潜ってパッて見て目を追った瞬間とか怖いですよ。怖い怖い怖い。